はい。今回はですね、まあもちろん誰やねんなんですけど、このカードしてたらほんまにもうサッカー2。大谷幸喜。はい。誰やねんでしょ？普通は誰やねんです。俺も誰やねんですわ。はい。まあただね、J リーグなんかね、俺よく見るんで、一応コンサドーレ札幌で、今サブかな？やってますね。菅野のサブ。で、まあ何試合か出てたのかな？菅野が怪我した時とか。でもね、もう来年は無理やで。なんだっけ、クソンヨン。クソンヨンがカムバックするんで、どうすんねん、大谷。もう まあ大谷は逆にええか。元からもうサブやから割り切れるか。菅野どうすんやろな。まさかクソンヨンが来て、クソンヨンがサブってことないから、絶対に。菅野はね、身長低すぎるんですよ。180ないっすからな、あいつ。大谷もでもそこまで高くないでしょ。これ186でしょ。やっぱ190欲しいよね。もうどん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 大型化の時代なんで、まあサブかな、カップ戦多いかな。逆に菅野の方が多分、菅野か言いにくいけど、あいつの方が絶対移籍すると思うよね。だって、ここまでバリバリレギュラー張ってきてさ、今更ベンチでって言われても、まあ多分、ベンチで盛り上げたりすることもできるやろうけど、もうキャリア長くないんやし、あいつもね、確か。だから、ね、試合に出てなんぼやから。でも今更 J2、J3 ってモチベーション的には難しいし、まさかの残留？残留やったら補欠やで、ベンチやで。久々に聞いたな、補欠。そんなこともあってんの。はい。まあそんな感じかな。でももともと、これどこや？アルビレックス新潟なんか。もう全然知らなかったな。まあ、どこにいたかなんてね、全然知らないんでね。もうコンサドーレ札幌にいるっていうことぐらいしかわからないんでね。まあそれもサブで。でも、コンサドーレのね、ゴールキーパーも結構サブ結構でかいやつ何かおるんですよね。だから大谷も危ないな。年齢何歳これ。うわ、もう30オーバーか。まあでも、キーパーでね、32、3でしょ。全然まあまあ、ね、中堅クラスなんで、ベテランじゃないんでね、32、3は。まあまだね、第3ゴールキーパーとかやったらどこでもやっていけると思うんでね。まあでも J2 とかに移籍した方が、正ゴールキーパーになれる可能性高いと思うけどな、俺はね。どう？